キドキしてるわ。シュベデル、シュベデル、Don't you wanna like to be a star?
キしてるわ。シュベデルシュベデル Don't you wanna Like to be inside Hear from your pain
California, babe. Whoa, 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 whoa.
キしてるわ。Shiver there, shiver there, don't you wanna? Like to the inside, care for your pain.2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦最終週です。この時間は京都産業大学と立命館大学の一戦をお送りいたします。こちらの会場は京都市にあります立命館大学衣笠キャンパスの体育館です。石庭で有名な龍安寺からほど近いところにあります。この実況はフリーアナウンサーの私矢柄純子が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日ベンチ入りしているメンバーをご紹介しましょう。まずは京都産業大学です。1番福山翔太、4番ソナン和樹、5番西尾翔、6番土橋優太、8番鳥平高道、9番篠藤良一、10番山内拓馬、11番東坊あゆと、13番関優馬、15番伊原龍也、20番畑野亮太、23番今井文也、29番西明永、30番柴田浩太、33番岸本玲乃、50番安藤斗真、以上の16人がベンチ入りしています。監督は井上智博監督です。続いて立命館大学です。こちら白いユニフォームが立命館大学です。選手のお名前紹介します。1番江口真代、2番東海俊也、3番飯田光輝、4番北谷健太郎、5番佐藤拓海、6番山本哲郎、7番大浅光輝、8番永井善、11番竹原幸之助、12番中新司、13番三谷亮太、14番大塚直樹、15番門田相馬、16番吉野拓海、18番前田雄飛、そして20番楠流星、以上の16名がベンチ入りしています。監督は新しく着任されました西浦監督です。試合の開始は9時30分を予定しています。まだあと5分ほどございます。もう少々お待ちください。そして皆様、今ご覧いただいております YouTube の動画時代チャンネル、この動画時代チャンネルではハンドボールの男女の、日本選手権ですとかインターハイ埼玉県予選の決勝など、ハンドボールを中心にまた他の極真空手など、各種スポーツの実況、配信と、それからアーカイブ配信と、それからライブ中継と行っています。ぜひこの機会にチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。この試合は前半後半それぞれ30分、間に10分間のハーフタイムを設けて行います。60分で決着がつかなかった場合、このリーグ戦では延長戦はありません。引き分けとなります。試合に勝った方に勝ち点2、引き分けの場合は両者に勝ち点1が与えられます。この勝ち点の多いところから順位が決まります。この試合、京都産業大学は今現在5位タイ、勝ち点6で5位タイとなっています。京都産業大学と同志社大学と関西福祉科学大学がともに5位タイで並んでいまして、今日の試合が全部終わったところでようやく、順位が確定するということになっています。そして
一方の立命館大学ですけれども、立命館大学は現在勝ち点4、順位としては8位につけていますが、もしこの試合に勝って勝ち点6になりますと京都産業大学さんとも並びますし、また関西福祉科学大学や、同志社大学とももしかしたら並ぶかもしれないというような状況になっています。どちらのチームにとっても順位を一つでも上げたい両者にとって、とても重要な試合と言えるでしょう。試合の開始は9時30分を予定しています。今選手たちが並びましてレフェリーからの確認を受けています。この試合のオフィシャル席は今日は第3試合に出てきます同志社大学と籾山学院大学の学生さんたちが担当しています。オフィシャル席、それからこのモッパーなども学生さんたちで運営しています。まもなく試合が始まります。画面向かって左側の白と赤のユニフォームが立命館大学です。今年から監督が変わりました。そして画面向かって右側が京都産業大学です。紺色のユニフォーム京都産業大学、京都勢同士の対決となっています。さあ両者とも円陣を組みまして最後の気合を入れます。こちらは立命館大学です。ホームゲームといえますので、その意味ではもしかしたら立命館大学の方が落ち着いてプレーができるかもしれません。そして画面向かって右側が京都産業大学、紺色のユニフォームです。京都産業大学は1年生が 1,2,3,4,4 人ベンチ入りしています。この試合、立命館大学のボールで始まるようです。一番手前13番の選手が三谷亮太、4年生です。始まりました。2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦男子、京都産業大学と立命館大学の試合です。ボールは立命館大学です。センターバックが東海俊也、3年生、ライトバックが5番佐藤匠、2年生です。そして奥に7番の大浅光輝、4年生がいます。大浅がキャプテンです。ピボットがボールを回しまして左に展開、ウィングに回す、ここは打てない、一旦戻してちょっとボールがこぼれてしまいました。京都産業大学の攻撃、走っていくのが西、しかしこれは得点になりません。さあ今度は反撃に出ます立命館大学で、ウイングからのシュート、これはサイドネットでした。まだ両者とも得点はありません。京都産業大学の攻撃です。奥に8番の鳥平、そして10番の山内拓磨の姿が見えます。11番東坊歩斗がピボット、あ、センターバックですかね。高めから放ちましたが、これはゴールキーパーが防いで、しかしリバウンドを拾って決めました。京都産業大学の得点です。4番ソナン和樹キャプテンがまず今日最初の得点入れました。
試合始まって1分40秒あたりでまず最初の得点、京都産業大学が決めました。立命館大学の攻撃です。センターバックは佐藤匠、2年生キャプテン大浅、そして13番の三谷とボールをつなぎます。ピボットに渡る、しかし打たせません。ディフェンス背の高い選手がエースの柴田浩太、4年生です。ノールックでパスを狙いましたがここはつながらない。そして再び走ります。西、決まりました。2点目が入ります。先ほども速攻で走りまして、先ほど得点になりませんでしたが、西今回はきれいに決めました。4年生です。東山高校出身、165センチ。立命館大学の攻撃です。試合開始から間もなく3分になろうというところです。レフトウィングには4番の北谷がいます。これはうまく決まりました。1点を返します。速いスピードで攻めていく、正面から決まりました。3点目が入ります。ディフェンスの要と言われている今井が今はオフェンスでも活躍しました。立命館大学も1点を入れまして、これで3対1となっています。立命館大学先ほど得点入れたのは7番の大浅浩樹キャプテン、失礼しました、京都立命館大学で合ってます、ごめんなさい、失礼しました。さあボールをカットしました。30番柴田が走ってつないで、ここも決まりました。10番山内拓磨のポイントとなります。前半の4分を過ぎました。4対1となっています。京都産業大学が1点リード、3点リードしています。立命館大学の攻撃です。ここ相手ボールに変わりました。しかし速攻にさせ、出させたくないということで8番の鳥平が残りまして速攻は防ぎました。立命館大学の攻撃です。京都産業大学の攻撃です。そして先ほど、失礼しました、今逆に行ってしまいました、ディフェンス残ってたのは長井ですね、失礼しました。立命館大学のディフェンスは 5-1 立体的な形になりました。しかしライン際食い込んでいきまして決めました。11番東坊あゆと、これで5対1、前半の5分を過ぎました。立命館大学も早く自分たちの波に乗りたいところです。立命館大学今レフトバックには2番の東海俊哉がいます。そして4番の北谷、パスをカットしたのは京都産業大学の柴田ですが、まだボールは立命館大学です。ディフェンスでよく動いている京都産業大学紺色のユニフォームの30番柴田は185センチあります。去年の秋リーグでは得点ランキング9位に入りました。さあボールがこぼれて速攻で持っていきました。11番東坊あゆとのポイントです。今日手元の集計2点目。東坊は洛北高校出身の2年生164センチです。そして早くも今日最初のチームタイムアウトを京都産業大学が申請いたしました。あ、失礼しました、立命館大学が申請いたしました。
チームタイムアウトは1分間です。オフェンスにあるチームがオフェンス側になっているチームが申請することができます。1つの試合の中で各チーム3回ずつ取れます。前半で最大2回、後半で最大2回。今京都産業大学に流れが来ているので、ちょっとこの立命館にとっては良くない流れを一旦断ち切ろうということで、早いタイミングでのチームタイムアウトとなりました。チームタイムアウトが終わりました。このチームタイムアウト明けのプレーはとても重要です。今みんなで確認し合ったプレーを実現できるかどうか注目しましょう。立命館大学ピボットは8番の永井です。センターバックが2番の東海、キャプテンの大浅がレフトバックにいます。ライトバックが5番の佐藤、ウィングの選手も出てきてダブルピボットを作る。左に展開、ピボットへのパスつながって、しかしこれは枠を捉えることはできませんでした。京都産業大学のゴールキーパーは33番の岸本玲乃、1年生が入っています。京都産業大学の攻撃です。ピボットへボールはつながりましたけれども、ディフェンスが飛べました。ディフェンスは4番の北谷、5番の佐藤でした。ウィングに渡すがここは打てない。空いていますが、ここは高いところが打ちました。そしてリバウンドをループシュートで決めました。30番エースの柴田浩太です。7対1となっています。立命館大学としては先ほどのチームタイムアウトを取った後、今1失点してしまいましたので、早く最初の得点入れたいですね。2点目が欲しい立命館大学です。ウィングに回すがここは打てず、高いところから打っていきましたけれども、ここは京都産業大学のゴールキーパー岸本が止めました。ここは一旦落ち着かせます。立命館大学のディフェンス1人かなり前に出てますが、5-1というよりは30番の柴田を警戒して、8番の永井がマンツーマンのような形でディフェンスをしています。柴田が走ってカットインしました。得点は鳥平ですね。ここもゴールキーパーナイスセーブ。この1年生の岸本、リーグの中盤からスタメンに入っているようなんですけれども、よく活躍しています。京都産業大学の攻撃です。ピボットには4番のソナン和樹が入っています。11番の東坊、ピボットにうまくつながる、正面から決めました。ソナン和樹、手元の集計今日2得点目。うまくディフェンスをずらしたところでパスがつながりました。前半10分になろうというところ、9対1、8点差。ちょっと点差がずるずると開いてきてしまっています。立命館大学、早くこの局面打開したい。8番が永井、そして大浅、ディフェンスは京都産業大学4番のソナンでした。5番の佐藤、2番の東海、そして大浅、ディフェンスかわした、
ここは綺麗に決まりました。待望の2点目が出ました。立命館大学佐藤匠のポイント。洛北高校出身の2年生175センチ京都産業大学の攻撃。またまたエースの柴田にはマンツーマンのディフェンスがついています。ディフェンス14番の大塚1年生。一旦戻す。ちょっと左側が空いているか。しかし右のウイングから、これはゴールキーパー防ぎます。立命館大学16番の吉野拓実3年生です。さあこの流れのまま得点ができるか。ここは一旦落ち着かせてセットオフェンス組み立て直します。立命館は14番の大塚が下がって8番の永井が戻ってきました。立命館大学の右のウィングが三谷亮太4年生。その三谷が出てきてダブルピボットを作る。ボールを奪いました京都産業大学。1対1で余裕を持って決めました。4番ソナン和樹、手元の集計これで3得点目。京都産業大学10点目が入りました。立命館大学14番の大塚直樹が今度はセンターバックに入ってきました。1年生です。その大塚から佐藤とつないで13番の三谷、大浅、ディフェンスでも京都産業大学30番柴田185センチ、かなり効いていますが、うまくかわしましたがこれは惜しい、得点になりません。さあ早い攻撃のままシュートまで持っていけるか。いやディフェンスもよく戻りました。京都産業大学の攻撃です。京都産業大学右のウィングが10番の山内、左のウィングが29番が今下がりまして、左のウィングは誰が入るでしょうか。あ、11番の東坊ですね。しかしウィングというよりも4人バックプレイヤーがいるような形で今なっています。これも惜しいシュートです。ゴールマウスに嫌われました。そして速攻のまま決まりました。13番三谷、よく走りました。立命館大学3点目が入っています。まもなく前半の14分になります。そして引き続き京都産業大学のエース30番の柴田にはマンツーマンのディフェンスがついています。しかし得点力があるのは柴田だけではありません。このポストへのパスはうまくつながらない。さあもう1点連続で得点できるかどうか。立命館大学の攻撃です。10対3 7点差を追いかけています。センターバックの大塚直樹14番は1年生165センチ、香川中央高校の出身です。そして4番の北谷健太郎が今出てきましてダブルピボットを作る。高いところから、しかしこれはキーパー正面でした。さあ早い攻撃でこのままシュートまで持っていく。11番東坊あゆと、今日手元の集計3得点目。東坊は洛北高校出身の2年生164センチ。点差は8点となっています。前半の折り返し地点を過ぎています。京都産業大学が11点、立命館大学がまだ3点。なんとかこの状態を打開したい。
いいところに決めました。立命館大学13番三谷亮太、愛知県の天白高校出身、175センチの、4年生です。三谷は手元の集計これで2得点。高いところから、しかしこれはゴールマウスの上でした。立命館大学立命館大学の攻撃です。白いユニフォーム立命館大学、大浅が今度は右にいますね。京都産業大学が早い攻撃で持っていきます。ここは一旦落ち着かせます。柴田にマンツーマンがついてなかなか動きにくい、やりにくそうな様子も見えます。ここで、立命館大学がチームタイムアウトです。京都産業大学がチームタイムアウト、ごめんなさい、私の見ているところですとね、得点表示のところとこのチームタイムアウトの札が出るところがちょっと逆になっていて、ちょっと一瞬判断に迷うところなんです。申し訳ありません。今は京都産業大学がチームタイムアウトを申請しました。現在前半の17分になろうというところです。まだ両者とも退場の選手は出ていませんし、7メートルスローもまだ出ていません。両チームとも選手たちが戻ってきました。京都産業大学のボールで試合が再開されます。ピボットに23番今井文也が入っています。1年生、ディフェンスの要というふうに聞いていますが、今オフェンスでも入っています。11番の東坊、そしてその1年生のシュートでしたけれども、これは枠の外でした。ゴールキーパーは16番吉野でした。立命館大学の攻撃、ループシュート入りました。今の得点は佐藤匠、今前半の18分になります。11対5、リードしている京都産業大学の攻撃、緩急をつけながらボールを回していきます。京都産業大学11番の 竹原が今ゲームメイクをしているようです。ピボットに渡る、今度は決めました。竹原じゃないで、ごめんなさい、京都産業大学11番の東坊でした、失礼しました。そして23番の今井が決めました。立命館大学の攻撃です。センターバックに5番の佐藤匠が今います。そしてキャプテンの大浅、これはキーパーが防いでいます。33番岸本、さ柴田からパスが届いて、ここもゴールキーパーナイスセーブ。16番吉野匠、泉高校出身の3年生、そしてこちらも速攻でしたが長い笛が鳴りました。長い笛が鳴りまして京都、立命館大学に
7メートルスローの権利が与えられています。立命館大学、投げるのは11番の竹原幸之助です。そしてゴールキーパー変わります。京都産業大学1番の福山が入りました。決まりました。竹原幸之助7メートルスローきっちり決めまして、これで立命館大学6点目です。前半の20分になるところです。12対6、点差は6点、リードしている京都産業大学の攻撃です。紺色のユニフォーム、真ん中の30番にはマンツーマンディフェンスがついています。うまくウィングにつながってリズムよくパスをつなぎまして決めました。ポイントは8番鳥平、手元の集計今日2得点目。立命館大学の攻撃です。キャプテンの大浅はレフトバックに戻っています。センターバックが東海俊也、3年生、氷見高校出身。東海、そして大浅、佐藤、ポストへのパスつながらず、そして速攻です。11番の東坊、決まりました。東坊あゆと、今日手元の集計4点目。立命館大学は少しポストへのパスがつながらず、奪われてしまって速攻に持っていかれるというシーンが、ここまでに何回かありました。立命館大学の攻撃です。13番の三谷も出てきて、そして佐藤、ディフェンスに捕まりながらも打ち込みましたが、これはゴールキーパーが止めている。そして速い攻撃のままシュートまで持っていった。いや、ここは一旦落ち着かせます。5-1 のディフェンス体系というか、やはりこれは柴田浩太のマンツーマンディフェンスと見ていいでしょう。残るメンバーで攻撃していきます。50番は安藤トーマ1年生、そして11番の東坊、安藤、決まりました。安藤トーマ、香川中央高校出身の1年生、165センチ、今日最初の得点です。15対6となりました。9点差。前半の残り時間は7分30秒です。立命館大学の攻撃です。キャプテンの大浅、またライトバックに入っています。三谷が走ってダブルピボットを作って、ここはタイミングをずらして打ち込みました。15対7となっています。京都産業大学の攻撃です。ピボットに渡って止めた、がっちりと止めたのは、立命館大学のディフェンス佐藤でした。そして続けて決めました。50番安藤、今日手元の集計2得点目。立命館大学の攻撃です。ピボットには2人がついています。
ここは高いところから打ち込みました。いいシュートが決まりました。立命館大学8点目が入りました。京都産業大学の攻撃です。前半の残り時間は5分と30秒ほど。立命館大学今トップディフェンスは2番の東海俊也です。柴田が動いて柴田がピボットへのパス、これはゴールキーパー止めています。立命館大学速攻のまま持っていって、しかしこちらもゴールキーパーナイスセーブ。両チームともゴールキーパーがよく止めています。ウィングにつながって安藤トーマ、これで3連続得点でしょうか。前半は残り時間5分を切っています。京都産業大学と立命館大学の試合、白いユニフォームが立命館大学です。1点でも詰めていい形で後半に入りたい立命館大学です。いいところにつながりまして落ち着いて決めました。8番永井善のポイント。永井は立命館高校出身の3年生177センチです。前半26分を回りました。前半残り4分です。8点リードの京都産業大学の攻撃です。こちらもダブルピボットを作って、さあエースの柴田が動く、ディフェンスかわす、高いところからこれは決まりました。キーパーよく反応したんですけれども、ここは柴田の威力が勝ちました。マンツーマンで疲れて動きにくい中、よくフェイントをかけて走り込みました。立命館大学の攻撃です。レフトバックが5番の佐藤、そして7番のライトバックの大浅、この2人はポジションチェンジしながら戦うようです。で2番が東海、ピボットへのパス、またここも奪われてしまいました。さあボールは立命館大学です。さあ立命館としてはもう1回、今度はきっちり決めたい。ワンバウンド入れてつないで、ウィングからのシュートは決まりました。立命館大学13番三谷、これで手元の集計3得点目。三谷は4年生です。前半残り時間は2分30秒、点差は8点です。8点差は小さくはありませんけれども、ハンドボールですとまだまだ安心できる点差ではありません。ボールをキープしているのが京都産業大学。さあこれはエリア内に入ってしまったので相手ボールです。立命館大学の攻撃。立命館大学は4番の北谷が下がって、8番の永井がピボットに入ります。センターバックに今度は大浅が入るんでしょうか。大浅と東海がチェンジしながらセットオフェンスを組み立てていきます。立命館大学、ピボットに渡る、今度は綺麗に入りました。8番永井のポイントです。今はポストプレーがきれいに決まりました。先ほどからポストへのパスが奪われてしまうというシーンが何本かありましたが、今は気持ちよく決まりました。さあ前半の残り1分ほどとなっています。
ボールを交換して残り1分と5秒戦います。京都産業大学、紺色のユニフォーム、7点リード中です。4番がソナン、そして柴田から大きくパスをしてカットイン。しかしここオーバーステップになりました。立命館大学の攻撃です。ここは速攻ではなくて落ち着いて組み立て直します。前半の残り30秒です。三谷と18番の前田がレフトウィング。ディフェンスもよく動いてなかなか打たせてくれません。そして相手ボールに渡ります。柴田からつながって11番東坊、そしてウイングからのシュート。これはシュートの前に30分の笛が鳴りましたので得点にはなりません。18対11、京都産業大学がリードしています。2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦男子、京都産業大学と立命館大学の対戦は前半終わりまして18対11で京都産業大学がリードしています。ここから10分間の休憩ハーフタイムです。何が起きる今日、早く教えて。
ときしてるわ。2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦、京都産業大学と立命館大学の対戦をお送りしています。今はハーフタイム中です。前半は18対11、京都産業大学がリードして終えています。さあ、まもなく後半が始まります。今コート上で練習していたのは第2試合、次の試合の女子の選手の皆さんでした。この春のリーグ戦最終的な順位の決定は今日最終日までもつれ込んでいます。京都産業大学はここまで勝ち点6を挙げまして、5位タイ、5位に3チーム並んでいるという状況でした。この試合に勝ちますと、他の並んでいた関西福祉科学大学など今同じ時間に試合が行われていて、そちらの結果にもよりますけれども、勝ちますと5位、6位、7位を3校で争う形になるのではないかなと思います。京都産業大学もし負けてしまいますと、勝った方、立命館大学が勝ちますと立命館大学も勝ち点6になって、
こちらもまた得失点差とか当該チームの、チーム同士の対戦などで順位が決まるということになります。さあ選手たち出てきました。まもなく後半が始まります。前半とはコートの左右が入れ替わります。紺色のユニフォームの京都産業大学が左から右に攻撃していきます。はい、カメラ目線をくれたのは10番の山内拓磨選手。さあ始まりました。2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦、京都産業大学と立命館大学の後半です。京都産業大学の攻撃、東坊あゆとのポイント、手元の集計これで5得点目。そして早い攻撃に持っていく立命館大学、点差を詰めたい。ここは今オフェンス側、立命館大学の選手がゴールエリア内に入ってしまったということで、ボールが京都産業大学に変わります。京都産業大学の30番エースの柴田光太には前半とから引き続きマンツーマンのようなディフェンスがついて、なかなか動きにくい、そんな状況になっています。そして立体的なディフェンスを敷いている立命館大学です。柴田にボールが渡る、ディフェンスをくぐり抜けて高いところから打ちましたが、これは惜しくもゴールラインを超えませんでした。得点にはなりません。立命館大学の攻撃です。2番の東海3年生が今センターバックゲームメイクをします。レフトバックのキャプテン大麻と今何かこそこそっとプレーの申し合わせをしていたようです。立命館大学前半とほぼ布陣は変わりませんが、4番の北谷が今レフトウィングに入っています。13番の三谷がライトウィング。さあクロスしていってうまくつながる、ここはゴールキーパーが止めました。京都産業大学後半また33番の岸本が止めています。京都産業大学の攻撃です。柴田にはディフェンス4番の北谷がついています。柴田が大きく動いてディフェンスを外す、ライン際にボールが当たったが今度はウイングから、しかしディフェンス13番三谷も頑張っています。ライトウイングからのシュート、ゴールキーパーナイスセーブ。立命館大学16番吉野匠、前半に引き続きよく止めました。立命館大学の攻撃、ピボットに渡って正面から気持ちのいいプレーが見えました。8番永井善のポイントです。後半3分を過ぎています。19対12、点差は変わらず7点。京都産業大学13番の関優馬が入ってきました。センターバックにいます。4-2 ディフェンスのような形になっている立命館大学です。1人は柴田対策。さあ右が空いている、しかしディフェンスが詰めてきました。一旦戻す、東坊がボールを持って、しかしディフェンスよく動いています立命館大学。さあパッシブにここの手が、しかしここはふっと空いた隙間見逃しませんでした。13番関優馬、立命館大学も早い攻撃で持っていきましたが、もうディフェンス戻っています。ナイスディフェンス、29番の西明永。立命館大学の攻撃です。佐藤から大麻とつないでバウンドさせたシュートでしたけれども、これは枠を捉えることができませんでした。さあ後半よく走っている両チーム。さあウイングにつながる、
打てるか。ここは長い笛、2分間の退場が出ました。立命館大学の5番佐藤匠に2分間の退場がつきました。そして7メートルスロー、投げるのは当然30番柴田浩太、ゴールキーパーは12番中新司です。中新は4年生。落ち着いて決めた柴田、先ほどからオフェンスではマンツーマンで疲れましてなかなか動きが取れない中でしたけれども、この7メートルスローを決めまして今日3得点目となります。京都産業大学30番柴田は去年の秋リーグでは得点ランキングで9位に入っています。立命館大学の攻撃です。点差は9点、少し広がりました。14番大塚直樹がセンターバックです。そして左にキャプテンの大麻、大麻ワンバウンドついてパスをつなげてウィングが空いたか、打ち込んで決まりました。4番北谷健太郎です。仙北高校出身、4年生です。174センチ。後半の5分から6分になるところです。京都産業大学、またウイングからのシュート、こちらも綺麗に決まりました。10番山内拓磨、山内拓磨は古川高校出身、和歌山県の古川高校出身の3年生、166センチの選手。後半の6分を過ぎました。立命館大学の攻撃です。東海、大塚、そして大麻とボールをつなぎます。パッシブの予告の手が上がっています。ここからパス4本以内にシュートを打つ必要があります。スカイプレー、しかしここはゴールキーパーよく反応しました。岸本玲乃、今日よく止めています。そして速攻で持っていきたかったんですがパス奪いました。そして速攻で1対1を制したのは立命館大学。8番永井です。永井善、立命館高校出身の3年生、今日手元の集計4得点入れています。後半の7分になります。紺色のユニフォーム、京都産業大学の攻撃です。ピボットは4番のソナン和樹、4年生。柴田から東坊、柴田ちょっとパスのリズムが良くないが、しかしウイングからのシュート、ここは長い笛が鳴りまして2分間の退場がつきました。13番三谷亮太に2分間の退場です。今7分21秒のところですか、9分21秒まで1人少ない状態になります。さあ7メートルスロー、よく止めました。1番江口真代、京都産業大学のエース、柴田の7メートルスローを止めたのは立命館大学2年生江口真代、1番の選手です。富山高校出身、175センチのゴールキーパーです。ナイスセーブでした。そして立命館大学の攻撃です。14番大塚が今ウィングに入りました。ゴールキーパー下げていますが、ゴールキーパー戻しましたね、立命館大学。さあ5人でのオフェンスとなっています。1人少ない時間帯、パッシブの横の手が上がっている。パッシブの横の手が上がる中で力いっぱい打ちました佐藤匠、今日手元の集計4得点目です。京都産業大学は数的有利な時間帯がまだあと1分ほどあります。
ここは得点を追加して差を広げるチャンスの場面です。柴田から関、ウィングから大きなシュートでしたが、これはゴールキーパーが止めています。16番吉野匠、泉高校出身の3年生のゴールキーパーです。京都三、立命館大学の攻撃です。ゴールキーパーを避けてコートプレーヤー6人にしています。1人少ない時間帯はあと20秒ほど残っています。大浅から佐藤、東海とつないでとパスが乱れました。しかしボールをキープしています。左のウィングからのシュート決まりました。4番北谷健太郎です。仙北高校出身の4年生、今日手元の集計2得点目。点差は6点、少し縮まってきました。数的不利な時間帯でしたが、立命館大学得点することができました。そして京都産業大学の攻撃、ここはオーバーステップになっています。4歩以上歩いてしまいました。さあ立命館大学、さらに点差詰められるか。これは惜しい。リバウンド拾って、リバウンドに素早く反応して得点しました。三谷亮太です。愛知県の天白高校出身の4年生、175センチ。9点差まで広がっていましたが、ここで今5点差になっています。ちょっとずつ立命館大学に流れが来ているかもしれません。それを断ち切りたい京都産業大学です。ディフェンス2人がかりで止めました。13番の三谷と7番の大浅のディフェンス。柴田から東坊、東坊のシュート、キーパーよく反応しています。そして右に展開して、しかしここは得点になりません。ラインを踏み越えてしまいました。相手ボールです。ディフェンスからの速攻、いい形のプレーではありましたが、最後ちょっと決めきりませんでした。京都産業大学の攻撃です。11番の東坊あゆとが今バックプレーヤーとして入っています。で柴田、東坊、左に展開して右にパス、ここも惜しい。ここは枠を捉えていません。さあ両チームともよく走っています。自分で運んで打ち切りました。北谷健太郎4年生、今日手元の集計3得点、北谷は後半に入って3得点でしょうか。さあ4点差です。試合の残り時間まだ15分以上ありますので、まだまだ分かりません。面白くなってきました。京都産業大学の攻撃、4番のソナンがピボット、13番関、しかしボールを奪った。さあうまくつながってと、最後の最後うまくシュートまではいけませんでしたが、ボールは立命館大学です。立命館大学のボールで試合が再開されます。東海、長井とボールをつなぐ、ゲームメイクをする東海が何か今手で合図をしてみんな動かしています。さあ大浅につながってダブルピボットから間が空いた。しかしディフェンスがふと伸ばした手に当たりまして、威力が弱まってしまいました。よくシュート読んでいました。そして京都産業大学かわして、ここはオーバーステップ、惜しいプレーになりました。山の内、立命館大学のボールです。後半の13分、4点差、4点を追いかける白いユニフォーム
立命館大学の攻撃です。ピボットが長い、センターバックが東海、そして佐藤と右が大浅です。さあ大浅につながるか、このパスはうまくつながらない、そして速攻です。1対1決まりました。29番西秋永は東山高校出身の4年生165センチです。今日手元の集計2点目。私がこの試合の中で手元の集計何点目と申し上げているのは、私が今喋りながら自分でつけているスコアですので、正式な正確なスコアは試合が終わった後に、関西学生ハンドボール連盟のホームページでご確認いただきたいと思います。立命館大学の攻撃です。早いパス回しから打ちました。4番北谷、後半だけで4得点。京都産業大学の攻撃、センターバックが関優馬、2年生です。北陽高校出身、175センチの選手、そしてライトバックが東坊あゆと、今日5点入れている選手です。2年生東坊が自分で運んできました。東坊あゆと、これで今日は6得点目です。さあ立命館大学の攻撃、このシュートはゴールキーパーがよく腕を伸ばして止めました。岸本、京都産業大学の攻撃です。ライトウィングには50番の安藤トーマが戻ってきました。安藤は前半の終わりに3得点入れています。1年生、関から東坊、関に戻して、そして柴田、パワフルなシュートでしたが枠の上、しかしマットの間に入り込んでしまう力いっぱいのシュートでした。立命館大学の攻撃です。後半の折り返し地点は過ぎています。試合の残り時間は14分です。点差は5点、5点を追いかけている立命館大学の攻撃です。京都産業大学のディフェンスはほぼ横一列 6-0 の形、東海からそして大浅につながって、大浅のダイナミックなシュートが決まりました。大浅光輝、洛北高校出身の4年生です。キャプテン、172センチ。点差がまた4点です。立命館としてはここでまたボールを奪って自分たちのペースつなげたいが、柴田ダイナミックなシュートでした。柴田浩太、手元の集計4点目。先ほどからエースと申し上げている30番の柴田浩太、京都産業大学の選手ですが、大阪偕星学園高校出身の4年生、185センチあります。さあピボットへのパス、立命館大学、しかしウィングにボール回りましたが、ここはちょっと手につきませんでした。京都産業大学の攻撃、逃亡からこちらもウィングへのパス、うまくつながらず、さあ早い攻撃のままシュートまで持っていけるか、立命館大学、大浅、佐藤、ここは一旦止まります。後半の17分から18分になるところ、まあ、疲れてきている時間帯ではありますが、両チームともよく走れています。大浅、佐藤、大浅につないで長いへボールがいくか、ボールをキープしたのは立命館大学です。そしてループシュート、
決まりました。4番北谷健太郎です。北谷健太郎、仙北高校出身の4年生、後半だけでこれで5得点です。立命館大学としては4点差まで詰めてきましたので、また連続得点をして追いつきたい。京都産業大学、じわじわと詰め寄ってくる相手をここでもう一回ギア入れ直して突き放したい場面です。29番の西明永がピボットに入っています。50番の安藤と2人でダブルピボットを作る。一旦戻って13番は関、そして東坊あゆと関カットイン、決まりました。関優真、今日2得点目。関は関西大学北陽高校の出身の2年生です。試合の残り時間は11分ほどとなっています。立命館大学としてはここでこれ以上離されないようにしっかりと食らいついていかなければいけません。センターバックが東海都市や3年生、そして今ライトバックに、今レフトウィングにボールが回りました。しかしボールがこぼれて京都産業大学のボールになります。関から安藤、ボールをカットしました。1対1で決まりました。東海都市や見事な速攻、インターセプトからシュートまで1人で運んでいきました。氷見高校出身、富山県の氷見高校出身の3年生、174センチ。後半の20分を回りました。試合の残り時間は10分です。立命館大学のディフェンス、かなり前に出て守っています。なんとかボールをキープしています。ちょっとヒヤッとする場面でした。柴田から逃亡、そしてウィングにつながって安藤、これはキーパーが防ぎました。大浅が運んで佐藤とつなぎます。大浅のジャンプシュートと見せかけたパス、一旦ここは落ち着かせます。立命館大学、残り9分で4点差。三谷亮太が出てきて、さあウィングが空いたが、ちょっとリズムが崩れたけれども落ち着いて決め切りました。北谷健太郎、6得点目の後半の追い上げ、北谷の力がかなり大きいですね。さあ3点差となっています。残りまだ8分30秒あります。この3点リードを守りきれるか京都産業大学。しかし守りの姿勢に入ってしまうといけません。さあ積極的に攻めていきたい京都産業大学。関から、しかしディフェンスがいました。左のウィング、ここは打てず、柴田ダイナミックなシュート、柴田コーター。今日手元の集計5点目。マンツーマンディフェンスを受けながらも隙をついて打っていく柴田浩太です。京都産業大学はこの最終週を迎えた時点で勝ち点6で3つの大学が並ぶ5位タイとなっています。ここで勝ちますと勝ち点8となってなりますけれども、ここで負けてしまいますと相手の、立命館大学も勝ち点6になってさらに並ぶということになります。最終的な順位は今日の別の会場で行われている試合も含めて結果を見ての決定となります。混戦模様となっている男子の春季リーグ順位争いです。京都産業大学の攻撃、試合の残り時間は7分です。
関自分で行くか、いやパス、アンドイのパスはここはうまくつながらず、立命館大学のチャンス。大技佐藤は一旦戻します。一旦落ち着かせます。大技がライン際に走り込みましたが、ここはディフェンスがいました。今度は大浅が左のバックプレーヤーとして入っています。そして佐藤が右に移動。大浅を警戒しているのが11番の東坊でしたが、さあここの攻防がありました。ゴールキーパー果敢に手を伸ばしてました。ここでゴールキーパーが触れていますと、立命館大学、京都産業大学のボールになったんですが、ここは触れず、変わらず立命館大学のオフェンスです。大浅ピボットに渡る、キーパーの逆をつきました。大浅幸喜キャプテンです。3点差となっています。残り時間は5分と30秒逆転の可能性は十分にあります。京都産業大学の攻撃、164センチの11番東坊鮎人が今センターバックにいます。その向こうに185センチの柴田、安土、ソナン、そして関とボールをつないでいく。柴田にはマンツーマンがついている。関からと、ここは左へのパスこぼれてしまいました。さあ立命館大学追いつくチャンス。今波としてはおそらく立命館大学に来ているでしょう。少し選手を入れ替えます。14番大塚が下がって、ピボットには長井です。立命館大学の攻撃、3点を追いかけています。大浅、東海、佐藤、さあウイングにいた北谷がいいところを走り込んできましたが、ここは柴田のディフェンス。京都産業大学はこの柴田と4番のソナンが真ん中を守っています。ピボットは2人がかりで抑えています。高いところからのシュートでしたが、これはゴールキーパー弾きました。京都産業大学の攻撃、パスがつながって速い攻撃のまま持っていけるか。柴田から安藤につながる、安藤決まりました。安藤トーマ、今日手元の集計4点目。ここで立命館大学がチームタイムアウトです。チームタイムアウトは、試合の残り時間が5分を切りますと、もうそれぞれのチーム1回ずつしか取れなくなりますので、そうなる前に権利を1つ行使しておこうということでしょう。点差は3点差4点差というところで、止まっているんですけれども、残りの時間で追いつき追い越すことができるか立命館大学。そして画面の左側、紺色のユニフォーム、京都産業大学です。こちらもこの試合の結果によってリーグ戦の最終的な順位が変わってきますので、とても重要な試合です。京都産業大学は1年生もたくさん出場していまして、よく活躍しています。ゴールキーパーが1年生ですからね。33番の岸本、今日ナイスセーブをたくさん見せています。試合の前に井上監督にお話を聞きましたが、京都産業大学のディフェンスの要はこの岸本と、そして23番今井、今は入っていないかなと思いますけれども、この2人の連携によるディフェンスが、要だということです。あ、今入ってますね、真ん中にいます。その今井のディフェンスからボールを奪いまして、京都産業大学オフェンスに転じます。ここは一旦落ち着かせます。
立命館大学の2番の東海が、トップディフェンスを張っています。かなり前に出ていますね。ボールを奪いますとゴールまでかなり距離が近いです。京都産業大学の攻撃、真ん中が東坊、そして安藤が出てきてダブルピボットを作り、関、東坊、柴田、コート広く使ってボールを飛ばしていきますが、そして柴田のカットイン。佐藤、ボールを弾いたのがまた柴田です。185センチの身長が効きました。さあ1対1だ。余裕を持って決めました柴田浩太。これでこの試合7得点目。4年生、大阪開成学園高校出身の185センチ、攻守にわたって活躍しています。今日は前半からマンツーマンディフェンス疲れまして動きにくそうな様子が見えましたけれども、そんな中でも自分のタイミングで動き出してディフェンスかわして得点につなげています。立命館大学、大麻左に飛ばしてダブルピボットを作る。やはりちょっと足を止めてしまうシーンがありますと、そこでディフェンスが修正してくるような、そんなシーンが見られます。ここはキーパー動けませんでした。2番東海俊也、試合の残り時間は1分20秒、あとはもうボールを奪って1点でも入れていきたい立命館大学。もうマンツーマンのようなディフェンスです。しかし間が空いて関、京都産業大学13番関のポイント。今日手元の集計3点目。試合の残り時間は1分を切りました。点差は6点。追いつくことはできなかった立命館大学ですが、最後自分たちらしいプレーでゲーム締めくくりたいところです。東海、大麻、そして佐藤、ゲームスタートからずっと走りっぱなしの選手たちが今最後の力振り絞ってシュートを放ちました佐藤ですが、これは枠を捉えていません。さあ残り20秒です。柴田、頭部を通してパスを渡すが、ここは立命館大学のボールになります。さあ残り6秒シュートいけるか、弾きました岸本玲乃。そしてここで試合終了となりました。最後は1年生のゴールキーパー岸本玲乃がナイスセーブを見せて京都産業大学が勝ちました。京都産業大学と立命館大学の試合は31対25、京都産業大学が勝ちました。勝ったことによりまして京都産業大学は勝ち点が8となります。勝ち点による、順位ですけれども、京都産業大学勝ちて、勝ち点が8になりました。他の試合の結果を待たないと順位は分かりませんけれども、おそらく5位、6位、7位、このあたりを3つの大学で争うということになっています。そして立命館大学は、勝ち点を今は勝ち取れませんでしたので、今持っている勝ち点4のままとなります。1つ下の順位に天理大学勝ち点2という学校がありまして、もし、そうですね、立命館大学昨日敗れてしまいましたので、この勝ち点4で、おそらく立命館大学は順位は8位となるのではないでしょうか。正確な情報はこの関西学生ハンドボール連盟のホームページでご確認いただきたいと思います。2023年度関西学生ハンドボールリーグ、春季リーグ戦、京都産業大学と立命館大学の試合は31対25で京都産業大学が勝ちました。この試合の実況は矢柄純子でした。ありがとうございました。それでは失礼いたします。